1961年2月23日当時の皇太子ご夫妻の長男、弘宮成仁さまが初めてのお誕生日を迎えられました現在の天皇陛下です予定日より8日早く誕生した弘宮さま生まれた時の体重は2540グラムと少し小さめでしたが初めての誕生日を迎える前日 22日の夕方に測った身長は74センチ体重は10.15キロと当時の一歳児の平均を上回っていたということです上手にお座りできるのにどうしてもお母様みちこひれんの方に行きたくなってしまうようですカメラ用のポーズはできたでしょうかでもやっぱりママの方へ 立つのだっってへっちゃらですでもやっぱり美智子さまに向かって一直線いつも一緒にいたいようですお母さまがそばにいて話しかけられるとこの笑顔です。 実はジャンプも得意。美智子様と手をつないでピョンピョンピョン。お誕生日はお忙しく午前9時、東宮御所の職員。続いて宇佐美宮内庁長官からお祝いを受けられました。東宮御所の玄関にご一家でお出ましになりました。美智子様は着物姿です。 皇太子様のお見送りはここまでお二人は昭和天皇皇后両陛下へのご挨拶に皇居に向かわれます車の中では美智子さまが広宮様を抱かれていました9時20分到着されると並んで待ちかねている天皇皇后両陛下のもとへ 勤労奉仕のボランティアの見送りを受け、広宮様と美智子様の車列が皇居を後にします。門の外で待っていた人たちは、一目だけでもお姿が見られたのでしょうか。 広宮様が戦後およそ4ヶ月だった前の年の6月17日、ご一家は最初に暮らした仮御所から元赤坂の東宮御所に引っ越されました。広宮様は晴れた日にはこの庭でよく遊ばれました。この映像は一歳の誕生日に向けて撮影されたものです。 美智子さまは乳母制度を取りやめ、母乳で育児されました。普通の母親がすることは全て自分でしたいと話されたといいます。皇太子ご夫妻は広宮様をなるちゃんとお呼びになり、皇室の歴史が始まって以来、初めて両親の手で子供をお育てになりました。 公務で留守をする際、育児を担当する自従らと子育ての方針を共有できるようノートにまとめて残されました自分で投げたものは自分で取りに行かせる片付けないうちは次の遊びに移らないまずありがとうを覚えさせる一日に1回くらいは愛情を示すためしっかりと抱いてあげてください ダダをこねたら叱ってください好き嫌いをしないように器がなーいになったらたくさん褒めてあげてくださいなどなど方針は多岐にわたって綴られましたこのノートの伝言はナルチャン憲法と呼ばれるようになり育児の指南書として話題になりました 皇太子殿下もマイホームパパならぬマイホーム皇太子と呼ばれるほど子育てに参加されましたこの映像には映っていませんが皇太子ご夫妻は広宮様の1歳の誕生日プレゼントとして庭をスコップで掘り長さ4メートル幅2メートル深さ30センチの砂場を作られました 弘宮様はこの頃には、ママなど、片言の言葉を発せられていたということです。